はいどうも皆様こんにちは、グリードです。今日はちょっとね、本当は部屋紹介しようと思ったんですけど、前回やった部屋紹介からあんまり部屋自体はそんな変わってないので、今回はちょっと僕が使ってるデバイス類をちょっと紹介しようと思います。でちょっとパートナーのゼンハイザーさんから、新しいものをもらったりしたので、ちょっとねそれも含めて、ちょっと紹介しようと思います。まずちょっとヘッドセットですね。ヘッドセットは変わらず GSP600 を去年から使ってます。本当はねこれ有線なんでコードがあるんですけど、ちょっと今回は紹介のために、撮ってます。でこのラッシュの、パネル付き、残念ながらこれのパネルはね販売品なんで残念ながら入手することはできないんですけど、ゼンハイザーさんなんとかこれを売ってほしい。で僕はこのゼンハイザーのヘッドセットを本当昔から使ってるんですよね。もう6年7年ぐらい前から、ゲーミングヘッドセットをいわゆる流行り出した頃からねゼンハイザーのやつを使ってたんですけど、ゼンハイザー昔から本当音質良くてクオリティ高くて、あと軽いっていう、GSP600 はちょっと重めかな。でも僕は全然気にならないけど、もしかしたらこう女性とかはもしかしたら長時間つけると重く感じるかもしれません。変わらずマイクもいいし、あとね面白いのはこれでオフで、こうするとオンになってこうするとオフになるんですよね。あとこの着圧、僕的に一番お気に入りなのこの着圧かな。こっちにするとこうきつくなるんですよね。こっちにすると緩くなるっていう仕組みになってて、すごく長時間つけてても疲れないし、あとデザインもねラッシュカラーで、GSP600 はゼンハイザーシリーズの中でも僕はかなりお気に入りのヘッドセットになってます。かなりねいい値段するんで、でもそれに合ったね性能はあるんじゃないかなと思います。これをね変わらず1年使ってますよっていう。次コントローラーですね。コントローラーはこの純正のコントローラー使ってます。何もつけてません。であれですね、この色は最近出た新色のレッドカモフラージュだったような気がします。とりあえずねラッシュっぽい赤を選びました。でねこれ次にこれオフライン大会の時とかね、海外プロもよく使ってるやつなんですけど、ゲーマーグリップって言って、MLG が出してるのかな、その滑り止めなんですよ。すごくね、いわゆるオフライン大会とかその大会の時って緊張してすごい手汗とか出るんですけど、これ使うとでしょ、本当にただね滑り止めですね。ちょっと変な色してるんだけど、ちょっと出しすぎたかな。結構なんだろうな、なんていう超表現したらいいんだろう、ちょっとサラサラになる、本当手汗が出にくくなるのかな、よくわからないけど、すごく、コントローラーに握りやすくなるし、あとこうなんだろう、気分的な感じかな、ちょっと引き締まるっていうか、すごい海外プロに使ってるんで、大会とかそういうのに出る人はちょっとね使ってみると面白いかもしれませんね。じゃあ次、これですね、 GSP670 っていうワイヤレスのヘッドセットを最近もらったんですけど、ちょっと今回箱に入れて持ってきたんですが、ですねこのヘッドセットは今いくらだっけな、4万近くする、めちゃくちゃ高いんですよね。でこのヘッドセット、GSP600 のワイヤレス版でブラックで非常にかっこいいんですけど、これは正直言うと PC ゲー用なんですよね。で僕の視聴者さんは、PS4 のコンシューマーのプレイヤーが多いと思うんで、ちょっとねあんまり使う機会がないかもしれないですね。でもフォートナイトとか APEX とかね、あとレインボーシックスっていうこう PC で今流行ってるゲームをやってる人からすれば、もうワイヤレスのヘッドセットで言ってたらもうこれ正直一番おすすめできると思います。基本的な形、このマイクとかあとこの着圧機能とかはほとんど GSP600 から受け継いでますね。あとここでの音量調整も全部そうですね。で音質は、GSP600 と同じぐらいで、マイクがね なぜかちょっといいのかな、進化してるのかな、マイクが。本当これねワイヤレスなんで、いわゆるコードがなし、無線なんですよね。だからこれこう つけたまま
なんか冷蔵庫飲み物取りに行ったりとか、まあ、これつけたまま動き回れるっていう、まあ、通話しながらねっていうやつですね。まあ線がね、行動が鬱陶しい人はね、まあおすすめだと思います。めちゃくちゃいいんだけど、ぜひね PS4 でも使えるように、ね、ゼンハイザーさんお願いします。 PS4 でも使えるようにしてほしい。次、ゼンハイザーのアンプですね。このアンプは、そうだな、アンプ使ったことない人にこう説明すると、とにかくこう音質を上げてくれるもんだと思ってください。ほんとね、例えばもう皆さんが普段使ってるヘッドセットとか、あとイヤホン類をこれにつなげて使ってみると、めちゃくちゃ音質が上がってると思うんで、すごくこれは使ってみるとびっくりすると思います。まあこれゲーミングだけじゃなくて、音楽とか映画見るときもすごくいいと思います。あとね、これ今つけてないんですけど、ここねタッチパネルになってるんですよね。ここで音量調整したりとかできます。これもね、残念ながらその PS4 との相性が良くないんですよね。アンプってだいたいこう PC の音と PS4 の音をミックスできるんですけど、ちょっとねこれミックスできるけど、PS4 にはこうあんま対応しない、音質が上がらないんですよね、残念ながら。だからこれは早くゼンハイザーさんに対応してもらいたい。次、イヤホンですね。イヤホンは、ゼンハイザーの IE80S 使ってます。これも去年、いただいたものですね。いくらだっけ、これ3万ぐらいする4万か4万ぐらいするイヤホンですね。さすがゼンハイザーさんのもう一切コストを無視した性能重視のもうね、もう素晴らしいイヤホンなんだけど、もう音質をこう説明するのはちょっと難しいんだけど、まあ、とにかくいいですいいしか言えないな、もうとにかくいいです。これとアンプの組み合わせもめちゃくちゃいいので、まあね、有線だとこの i80s なんですけど、実は最近これの i80s の、無線版が出ました。ワイヤレス版ですね。 i80sbt、 これがねまたね、まあ、これ一回箱に戻したんですけどさっき使ってこれもねいただきました。よいしょ。まあほとんど見た目はここつける分は似てるかな。この無線ですね。よいしょ。まあ音楽とか、まあ、外で音楽聴くときも、まあ、Bluetooth でつなげられるやつなんですが、これがいくらだっけな、6万するイヤホンですねもうすごいね、ほんと。これはもう、まあ、本当に、まあ、大体イヤホンとかって無線にするとこう、まあ、音質とかそのあと遅延類とかいろいろ問題があると思うんですけど、ほぼほぼそれがない。だから本当これ有線のまま、有線の性能のまま無線にしましたよっていう、ヘッドセットじゃないね、イヤホンですね。こうなってて、で、ここであれですね、まあ、電源、あと、まあ、音量調整があります。で、ここから充電できるんですけど、確かね、1.5 時間の充電で6時間かな。まあ十分ですね、ほんと。まあ僕はこれ、そうですね、結構外で音楽聴くこと僕は多いんで、まあ特にジムかな。ジム行ってる時はこれつけてます。つけます。これからつけます。あとこれですね、なんかこれもちょっと紹介してくれって言われたんで、したいと思うんですけど、これゼンハイザーの、もうプロ仕様のマイクですね。まあこれは、ラッシュゲーミングの、まあ、チームの動画とか作る時にね、一眼につけて使うマイクだと思います。部屋紹介なんですけど、まあ本当ね、全く変わってないんですよね。本当変わったのはこのぐらいのデバイス類ぐらいで、部屋紹介しようと思ったんですけど、まあ特に変わってないんで、あ、近々変わりそうなのは、ゲーミングチェアの方か、DX レーサーのラッシュゲーミングモデルが出るんで、まあそれが出たらね、ちょっとまた紹介動画作ろうかなと思います。というわけで、まあ、今日はこんな感じでね、久々の紹介動画でした。皆さんよかったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。というわけでお疲れ様でした。Think with our hearts, stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun.
run out.